我现在呢去金村先生的工厂，去他的工厂看一看，因为他的工厂在番禺那里。この風景いいですね。なんかいいですよね。自分好きなんですよ。そう、わかります。生活感が、生活のあれがあって。そうそうそう。すごいいいですよ。はい。いやすごい。トンガンだとこれで4000元とかですね。一頭で。自分がいたところ。トンガン、トラモンってとこいたんですけど。トンガンしかまだ離れてるんで。すげえ。1個のビールが4000元。ああ、そのワンフロア2階で、はい、いくらだよって4000円って高いなとか話してて、はい、あ1等だよってなって、まあ内陸企業は多分もっと安いですよね。いやそうだ、すげえな、これ雰囲気のあるね、なんかなくなっていくのはちょっと寂しいですよね。でもそれがまさに上海で起きたあれですよね、はい、お前らが外国人が寂しいって言うけど俺ら住んでる人からしてみりゃ冗談じゃねえっていう話ですよね。そうですね、確かにもう全部工場ですね、もう小さい工場ですね。そう、これずらっといっぱいあるんですよ、裏側に。すげえ。いやいいですね、ここは。なんかみんな一生懸命ですよね、なんか、はい、もう思うのはその、はい、なんか中国の人って、うん、人生短いって知ってますよね。そう、もうよく思うんですけど、はい、日本人の人ってなんかちょっと人生が長いってい う,、はい、っていう感覚で、中国人は短いからもう、はい、やりたいこと早くやっちゃおうっていうその、はい、特にさっきの第一話で思ったのはやっぱりもう本当にもうみんな歩くのスピードも速いし、もうとりあえずもうとりあえず急いで仕事を終わらせて早く帰って自分の時間を大切にしたいっていうのもありますよね。そうそうそう、だから有効活用がすごい。まあそうですね、まあ日本も東京は東京で早いっちゃ早いですかね、歩くの。東京も早い、はい。我们现在去他的工厂看看，工厂就在里面，就是衣服的工厂。没错。哇，然后这就是他们里面的工厂啊，然后主要的是要把马波当去的这个啊，大概差不多了。啊，调菜。アイロンかけしてるのはやっぱり、あ、最後にそうですね。自分たちで作ったやつですか、それとも仕入れてちょっとデザインを直したりとかしてるの。啊，ここでやってるのはもう全部自分たちでデザインして全部。然后这里呢，主要是都是他们自己设计啊，或者是做的一些衣服，然后在这里缝一缝之类的。哦，啊，工場長。啊，工場長。哦，はい。哦。下見ますか。見ましょう。はい。おお、すごい。はい、ここは大体そうです、サンプルとか置いてあって、サンプル、はい、ああ这里放样品的地方、这里呢放样品、ああこれも練習用の、はい、ああダンスの、はい、跳舞的、跳舞穿的衣服、ああこの周りこういうの多いですか、それとも住宅街ですか、これ隣とか。あ、もう大体こう暴れる、ここの通りほとんど暴れるです。ああ、こういうふうに。てか ここの地区は、はい、南部って地区は、はい、ほとんど暴れるですね。ちっちゃい、これぐらいの規模の暴れる工場が多いです。はい、ああ、そうなんだ。見た目なんか普通の住宅、なんか家かなと思ったら、そうです。これ一階も他社ですけど、はいはい、同じですよね、暴れるの。あと最後にお聞きしたいのは、今村さんから見た、はい、例えばアパレルとかもそうし、こういう、はい、まあデザイン、洋服全体のデザインで、はい、中国と日本の違いってありますか。まあ一番はやっぱスピードはもう多分圧倒的に違いますよね、はいはい、何やるにしてもその、やっぱりこっちも工場とかもあるし、設計材料もあるから、
そうですね、全部自分たちでできちゃうところですか。そうです、もう今、デザインですらなんかこっちに流れてきてる感じしますね、もうすでに。ああ、日本のデザインじゃなくてこっちがデザイン決めてこっちが提案するっていう形ですね、はい。まあ、ちょっと前までは日本がデザインしてこっち作ってってきたけど、はいはい、もうなんかこっちからデザインしたものをこの中から選んでもらうっていうような流れになってきてるんで、だからもう、はい、全部になっちゃいますね。あ、デザインから生地もそうですし、生地もね、こっちが出さないと、はいはい、こういう生地ありますって出さないと選べないので、そうですね、はい、じゃあ最終のデザインすら、はい、もうこキャバドレスに関してほぼそうですよね。ほぼ今村さん毎日生地見たりとか接したりして、はい、日本だとやっぱり生地自体接する機会って少ないですかね。そうですね、日本にあるもう生地自体、生地屋さんとかもあるんですけど、はい、もう種類がもう全然比較にならないので、はいはい、もうその中の状態で、はい、そのデザインを考えていくっていうのは、それやっぱりこの生地があるからこういうデザインができるっていうやり方もあるので、そもそも生地の数が少ないって段階でもデザインの種類もそこで限りは少なくなっちゃってるんですね。となると自分からしてみると、もう生地市場に、あそこのさっきのチョンダーの生地市場に行かない時点でもう勝ちようがないですよね。だからあそこでものすごい数の種類の生地があるってことは、ものすごい数のデザインを作れるってことですから、そうなるともう東京の生地屋さんとも行きましたけど、はい、それなりにあるとか生地問屋とか行きましたけど、はいはい、もう種類はもう全然比較にならないです、比べ物にならない、はい、のでちょっと日本の今後のアパレルのこのデザインに関しては、はい、もうものすごい厳しい状況だなっていうのを感じてますね。もう厳しいというか、はい、もう多分ここから盛り上げ、ね、盛り返すことは多分ほとんど無理だろうっていうのを思いますね。今全部自分でできちゃうから、もう相当強い、最大の強み、やっぱりちょっと生地ですよね。生地が強い、いっぱいあるっていうのはもう一番強いです。だからユニクロとか大手とかは、はい、多分そこを追求しないと、機能性とか、はいはい、あ、そうです、生地とか関係ない、はいはい、違うところで戦ってるので、そうですね、はい、そういうところがいいかもしれないし、もこっちで生地とか付属品、はい、ボタンにしてもいろんな種類があるので、はい、となると今後中国も多分デザインに関してはものすごい力はついていくっていうのはもう必然だと思います。すごい刺激になりました。新しい、もう接触のないような業界だったので、もう、ありがとうございました。ありがとうございました。谢谢陈先生。然后谢谢大家的观看。